ラッシュアワー3は2007年公開のアメリカ映画、前作から3年後。交通係に左遷させられたカーターはヘッドフォンで音楽を聴きながら交通整理をした結果、大渋滞しかも交通事故まで起こしていた。同じ頃、リーは反対死の警護のため国際刑事法廷のシンポジウム会場にいた。そこで反対死が今まで明かされなかった。 中国人マフィア組織、三号会のボスシャイシェンの存在を明らかにしようとした瞬間、何者かに狙撃される。リーは向かい窓から逃げていく犯人を目撃し、追跡を開始する。無線でその話を聞きつけたカーターも現場へと向かった。なんとか追いついたリーは犯人の顔を見て驚く。それは子供の頃、孤児院で兄弟同然に育った男ン事だった。 リーは自分だけが養子として孤児院から去ったことを多い目に感じており、検事を取り逃がしてしまう。ハンは一命を取り留めるが、今度は娘のスーヤンの命が狙われることを知る。急いで病院へ駆けつけた二人は何者かに襲撃されるが、銃撃戦の末に犯人の一人を捕まえ尋問する。犯人は中国人なのにフランス語しか話さず。 ある場所とジャンビエーブという名前を口にする。二人はジャンビエーブを探すため、フランスパリへと向かうが、リーは交際直前まで進展したイザベラをカーターが誤射したことを根に持っており、二人の関係はギクシャクしていた。パリに到着後、二人はタクシー運転手、ジョージのタクシーに乗り込み、犯人が口にした地下カジノに向かい、ジャンビエーブを捜索する。 リーは組織の一員ジャスミンに襲われ、カーターと共に、ジョージのタクシーで逃走する。怯えるジョージを、お前は、スーパースパイだとその気にさせて、マフィアを巻こうとするが、その気になった、ジョージの荒っぽい運転で道路に振り落とされて、捕まってしまう。捕まった二人は、ケンジの前に突き出されるが、ケンジは自分を見逃したリーに借りを返すため、 フランスから出て行くように警告して二人を解放する。ホテルに戻った二人は、ケンジのことで口論になり、別行動をとった。カーターは、地下カジノで見かけたジャンビエーブを追って劇場に向かい、リーは、国際刑事法廷のレーナード委員長からジャンビエーブの居場所を教えられ、劇場に向かう。彼女は、シャイシェンの存在を知っており、それを藩に引き渡そうとしたため組織に命を、 狙われていた二人は彼女を連れて、組織の追ってから逃れ、現場に駆けつけたジョージの家にかくまってもらう。二人はジャンビエーブから、シャイセンの正体は自分の頭に掘られた組織指導者の名簿だと告げる。翌朝、レーナードと面会した三人は、シャイセンを引き渡そうとするが、組織の一員だったレーナードに殺されそうになったため、反撃して取り押さえる。 その直後、ケンジから電話がかかり、スーヤンの命と引き換えに、シャイセンを引き渡せと告げられる。二人は引き渡し場所のエッフェル塔に向かい、ケンジはリーに一気打ちを挑む。その末、リーは窓から落ちそうになったケンジを助けようとするが、ケンジは逆にリーを突き落とし、止めを刺そうと襲いかかった。二人は塔から落下防止用ネットまで落ち、さらにネットが、 武器の刀で破けてしまい、地上に落下しそうになる。リーは再び、ケンジを助けようとするが、ケンジはリーを助けるため手を離して、転落死する。上海に戻ったリーは、カーターに助け出されたスーヤンと再会し、彼女を地上に逃がす。その直後、組織の追っ手が集団で現れ、二人は、フランス国旗をパラシュート代わりにして塔から脱出する。無事に地上に降りた二人のもとに、 レーナードが現れて二人を殺そうとするが、彼は二人の後を追ってきたジョージに射殺される。事件の解決後、休暇をもらったリーはカーターを旅行に誘い、イザベラとジャンビエブが乗ったチャーター機でフィジーに旅立つ。カッコ内は日本語吹き替え身長236センチメートルのバスケットボール選手、スンミンミンがカンフー道場の巨人役で出演し、ジャッキー・チェン。 クリスタッカーと格闘シーンを演じた。MTV ムービーアワードで格闘シーン賞にノミネートされた。2010年6月25日放送の金曜ロードショーでは劇場公開時にカットされた未公開シーンを2011年11月20日放送の日曜洋画劇場では、さらにリーとカーターが飛行機で旅行に旅立つシーンで終わるエンディングを追加した。 日本未公開バージョンを放送した。ありがとうございます。